はい、スタッフの F です。ということで今回ですね、えー、と皆さん、かなり気になっているかなと思うので MZDAO がえ本日始まりましてログインができるようになったのでログインしてみました。 で内容ですね、ちょっとだけ伝えられたらなと思うんですが、基本的に、えー、前澤さんが書いた記事っていうのを無断転載とか、えー、一部切り抜いて、えー、貼るとかっていうことは全くできません。なので、ちょっと私が思ったこととか、まあ、書いてあったことをちょっとまあ精査して、まあ、読める部分だけ読もうかなと思います。 でえー、と内容を、まあ、記事の内容を読むというよりかは、まあ、ちょっとどんなふうにしてアンケートを取るのかっていうようなことをお伝えできればなと思っています。で、まず一番初めに、まあえー、宿10万人とか言って動画を上げたんですけども、結局、えー、蓋を開けてみると、22万人の参加者がおられたというところで、毎月1億円ほど MZDAO には、えー、事業資金として入ってくるような状態です。 でえーっとまあ、今後ですね、そのお金をどうやって使っていくのかっていうのを、えー、決めていくっていうのが、えー、今後の方針としてまず一番初めにあるということだけをお伝えしておきます。これはまあずっと言われてたことなので、まあ、今ここで言っても問題ないかなと思います。で今回、えー、っと取ってたアンケートっていうのが、えー、アンケート1が、えー、前澤さんが書いた記事に対するコメントの取り扱い方とかっていうのをちょっと えー、よかったらみんなで考えてみないみたいなことでしたねで。それに対して選択肢がいくつかあって、とかまあ2個だったんですけど2個あって、まあ、どっち選ぶかで。それがすぐその場でどちらを選んだかっていうのが、例えば22万人の方が、えー、半分が50、50%がこっちを選びました、50%がこっちを選びましたみたい,な,いうようなのがすぐに表示されるので、 えー、すごく分かりやすかったですね、皆さんが何を選んだのかっていうのが、まあ、最初に分かってしまうと、そっちが選びがちになっちゃうんですけど、選んだ後にちゃんと表示されてくれるんで、自分の意思を持って、そちらを選んだ、で、皆さんとその、持ってる感覚のズレみたいなのも分、えー、かるんで、まあ、すごく良かったかなと思います。 でえー、と方針としては、得票数の最も多い案を採用してくださるということなので、えーまあ、皆さんの意見が本当にそのままちゃんと通るような会社づくりをしてくれてるんだなということも含めてお伝えしておきます。でアンケート2が、えー、メンバー間の交流についてをちょっと聞いてました。でこれは、えー、と私自身の個人的な意見で、 えーまあ、この MZDO にかける部分っていうところは、まあ、広告費として500円払ってもいいかなと思ったのでできれば、まあ、その経営者の方もね8%ぐらいいたというような10万人ぐらいのーセに8%いたということで、まあ、そういった方とつながって、えー、将来的にビジネス自分がビジネスを起こした時に、えー、つながって、まああのー、事業を発展するようなことができたらなとか もしかしたら技術者の方とこういった場で繋がって、えー、こういったのって作れませんかとか、もしかしたら逆に僕たちにこういうの作ってよとか、こういうのを動画にしてみないとか、まあ、あとはこういう野菜作れないかとか、そういうのも含めて、えー、できたらなと思ったので、まあ、そこについてちょっとアンケートにっていうのが、えー、私の中で思ってるような答えを皆さんは思ってなかったので、ちょっと残念に。 思いました,ただ、えー、っと、まあ今後 MZTO の方針としては、その記事に対してのコメントとかは、まあ YouTube 形式みたいな形になるかなと思います。はい。っていうのが、えー、見てて思ったような感じですね。あとは、えー、っと、文章量とか文、文体についてとか、まあ、今回の記事って何点っていうような感じで、えーまあ、聞いてきてる感じでしたね。 はいでまあ、一応今回、えー、MZDAO についてはメンバーの募集を一旦閉じている状態なんですがクレジットカードを持っていない方とかがちょっと参加できていないということなのでそういった方向けに PayPay とかで参加できるようにちょっと今後、開かれた場をちょっと1回作るということだったのでまだ参加できるかなと思います。 ということも含めて、ちょっとここでお伝えできたらなと思いました。はいただ、強制とかまあお誘いしてるんじゃなくて、まあここにね、可能性を感じたとか、まあ逆に今の話聞いてやめてた方が良かったなって思う方もいると思うやめといた方がいいなって思う方もいると思うんで、そういったのも含めて、もう一回考える時間があってもいいのかなと思いました。はい というところで、えー、今回の記事については以上です。で、次回の記事予告みたいなのもちゃんと書いてくださってて、えーまあ、これも m z d o が始まる前に言ってたことなので、ちょっとお伝えすると、えー、ここで作る会社ってどんな風になるみたいなことを書いてあったんですけど、まあ今後どうしていくのかっていう方針を決めたいっていうことですよね。はい。 なので、本当、まあまあ、んとちゃんと初めに言った通りに、こうどんどん進んでいってるような形にはなってます。はい。で、えー、その下のところに、下かなその前だったかなえっ、ー、と、一応、前澤さん宛てに、えっ、ー、と、コメントができるようになってまして、記事で。で、今後どういったことを期待しますよとか、まあ、よかったらこういうことしてくださいねとかいうのを送れるようになってました。 なので、ちゃんと、まあ、つながってるのかなと思います。はい。で、以上ですね。まあ、どうしても、その、あと内容記事読みたいなって思う方は、もう本当参加していただくしかないので、はい。まあ、一番初めの記事については、本当触れることはできないので、えー、よかったら参加して見てみたいなと思う方は、見てみてください。以上です。ご視聴ありがとうございました。